多くの方が希望や期待を胸に入社するかと思います。ところが日に日に楽しいと思っていた仕事が残業や接待の毎日できつい日々に。パワハラや給与面の不満から体調を崩し、精神的にもめいってしまう。仕事を辞めたいけど退職後の生活を考えると退職まで踏み切れない方も多いかと思います。そんな不安を抱えている方は退職コンシェルジュにお任せください。あなたにとって価値ある情報をお伝えいたします。待ちに待った給料日でも、思ってたよりお給料低いなと感じたことはありませんか？お給料から毎月引かれているのは社会保険料です。これは事故や怪我など何かあった時や老後のためにある国民の生活を保障するために設けられた公的な保険制度です。社会保険制度は一般的に大きな病気を患わないと活用できないと思われがちですが、実は幅広く緩やかな条件で活用することができるのです。日本の労働者のうち約1600万人が給付を受けられるのに、実際に受給している人は約9万人程度しかおりません。その理由としてはこういったことが挙げられますが、皆様も当てはまるのではないでしょうか。その不安を解消するのが退職コンシェルジュです。退職コンシェルジュは本来受けられるであろう社会保険給付を活用した退職予定者向けの退職コンサルティングサービスです。お客様の状況、退職後の予定などを丁寧にヒアリングする調査活動、調査結果をもとに細かい申請条件や申請ステップを分かりやすくお伝えする申請アドバイス、通話、チャット、対面相談で安心してお客様と進捗共有できる万全サポートから、退職後の不安を解消し新たなライフステージへの一歩を導きます。社会保険給付を申請する際、会社や社会保険組合へ申請を行います。その後社会保険組合からお客様の元へ給付金が支給されますが、本人で調べても細かい条件や申請方法が難しく、会社や社会保険組合に申請が通らないケースも少なくありません。そのためにも退職コンシェルジュが万全サポートでスムーズな申請を実現いたします。退職コンシェルジュを利用して給付金を正当に受け取ることで、退職できずに悩んでいた金銭的不安も解消され、有益な時間として使うことができるのです。その時間を使うことにより、悩んでいた様々な不安はこのようにあなたの理想の生活として生まれ変わります。退職コンシェルジュは給付金を有益な時間に変え、お客様の明るい未来を提供いたします。Bye.